の真似だ。俺は筋がいいんだってよ。お前は忍びになどなれん。空っぽだったこの俺に生きる意味をくれた。死んだ方がマシだってそう言ってんだよ。何も分かってねえな。七代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。当然の結果にしてこれが現実だ。これで安心して眠りにつけそうだ。おっと、加藤氏の分際でよくぞこの俺をここまで追い詰めた。待て、なんだ、カーマが。教えてくれねえか、あと何秒だ。これは、貴様、どういうことだこれは。影分身の術、何か言いたそうだな。好きなだけ寝てろよ、クソったれ。七代目、まさか影分身とはな。まだ練習中だ。大丈夫か、ナルト。消耗の仕方が普通じゃない。あの力、何か重大なリスクでもあるんじゃないのか。助け。厄介な時空間忍術は封じた。これで貴様らはどこにも逃げられん。ボルト、お前。その声、まさか本当にあの一式を倒すとはな。もしきお前なのか。やはりいいものだな。こうして出てくるのは二度目になるか。大筒き一式の魂は完全に消滅した。束の間の自由だがな。聞こえてんだろボルト。そんな奴に操られてんじゃねえ。さっさと目覚ましやがれ。なんてざまだボルト。お前も自由になったのだ、カワキ。もっと笑うがいい。てめえふざけんなよ。諦めろ、意識はもういねえ。果たしてそうかな。一式がどこぞに隠した十尾を手に入れ、カワキ、お前を食わせて我が身をいただくとしよう。てめえ、今のはどういう意味だ。その体に溶け込んだ大筒のデータは今も消えずに残っている。カーマそのものは消えたかもしれぬが、つまり真珠のための生贄として十分使えるということだ。そう、お前の体はもはやほぼ大筒のそれなのだ。なんだと。すでにボルトと同程度、回答は8割方完了している。ウチハサスケ、貴様自分のまな弟子を手にかけるつもりか。アマカギャロー。奴はカーマによる術の吸収をやろうとしない。逆を言えばチャクラさえ回復させればボルトの意識が戻る可能性があるってことだ。ボルトはチャクラを大きく消耗し意識を失った。やはり油断ならんやつ。手負いとはいえ真っ向から戦えばこちらもただでは済まん。打ちはめ、どうやら感づいたな。あれの出番、狙いはお前だ。もし俺がしくじったらお前だけでも逃げろ。消える螺旋学科、逃げろ早く。無駄だ、もうどこへも逃げられぬ。なあ兄弟、カーマのことだけじゃねえ、今となっちゃお前のことそのものが。なんだと。これは分身ではない、自分を燃やしている。蒸気かこいつ。
大した回復量ではないが、急がねば。ボルトの奴が目を覚ます前に。くそ、やむを得ず吸収してしまった。そこまで出せ、ももしき。ボルト。まだ寝てろ。もう行くぞ、カワキ。いい加減もう引っ込んでもらうぜ。やめろ。悪い、面倒かけた。お互い様だ、クソ兄弟。ナルト。ここは。おい、こっちだナルト。そろそろ最後の時が来たようだ。そうか、俺ってばもう。ああ、そうみてえだな。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。それにあいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。僕に落ち着いてるじゃないか。今更ジタバタすんのもなんだしよ。ボルトやカワキはもう心配ねえ。でもよ、ボルトとカワキ本当の兄弟みてえだな。あれでお前とサスケみたいにか。確かに実際話してみるとカワキは悪いやつじゃなかった。何の話したんだ。ほら、世間話さ。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。考えてみりゃ、お前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。俺のそばにはお前がいてくれた。ふん。ある意味で兄弟以上さ。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。わしは憎しみの塊だった。血の中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。お前が助けてくれなきゃいつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。命にだけはごめんだからな。そんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ。お前とは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。お前勘違いしてないか。何言ってる。もしかして一度も嘘は言っとらんぞ。ちゃんと聞いとけよ。ちょっと待て、クラマ、お前。美獣を抜かれた人中力は死ぬ。だが今回はそれに該当しない。代償はわしの命だ。お別れだなると。チッ、そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせんだよ。そろそろお呼びのようだ。クラマ、行かないでくれ。
ヘボ。